めちゃくちゃ私のコートを誘っててください。何ですか？今日はねえねえの平日5日間、イエーイ。また？うん、まぶたやね。けど前は夜だったじゃん、ほぼ、うんね、私が学校だったので、今回は昼もママに回してもらおうかなと思います。まあ寝るなよって感じで、私頑張って学校行ってるんで寝るなよって感じですね。わかりました。昼間はママが来るので、まあそこはママにお願いしたいと思います。今日は東リベの漫画を読んでました。まあもう全部一回読んだんだけどね。そうね、途中から読んでます。はい、私はまだ読んでますよ。赤目がキルを見てます。アニメらしいです。私アニメは何でしょう、ワンピース。ずっとワンピースだそうです。すっぴんじゃん、カラコンしてるけど。カラコンとまつげあるからいいじゃん。全然なあれでしょ、うん、明日は何をしてるか分かりませんってことで。お昼でしょ。そう、お昼。何してんだ。お昼か分かんない。朝かもしれない。朝はダメでしょ。朝かも。寝てる時にママが来る可能性もある。だから頑張ってね。また明日お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。なんでこの部屋にいるの？え、撮るためにいた。だからいたの。そう。バイバイ。バイバイ。また明日。勝手になんかママが取れって言いました。だってママ運転中だから回せないから密着ができないんですよ。脱毛しに行ってきました。あと今日は松くと両した。来週か再来週ぐらいにはパリジェンヌをやりたいと思います、はい、らしいです。山梨は車社会なので車がないとちょっと行けませんね。火曜日はマツエク取りに行ってきて、その後ママと買い物をしてパソコンいじって今です。はい、今週忙しいんだよね。目白押しなんだよね。で明日はちょっとゆるい。はい、では明日もお楽しみに。明日じゃあどこに行こうかな。私今のうち言っときます。スタバとパン食べに行きたいです。ああ行きたいよ。お昼行きたいです。ではバイバイ。はい、3日目です。編集をね、今1本完成したらしいので、ご褒美にしてね。違います。昨日マジ言ってましたよね、皆さん。昨日言ってたんで。はい、スタバに行きます。で、プラス、スタヤに。そう。ちょっとご用がありますので。スタヤにも行きます。はい。何飲むか決めてる？なんか新作みたいなの、あ、なんか。チョコじゃない、ぶどう？ぶどうは私のなんか今そういう決めじゃない。ママぶどう飲んでみようかな。ピンクフローズレモネードなんとかみたいな。すごいなんか美味しそうってことで、今から行ってきたいと思います。バイバイ。スタイル着きました。返却プラスちょっとまた新しいの借りたいなーってママが思ってる。最近広告で漫画のやつが結構出てきて、それでそうそう、それでめっちゃ釣られて読みたくなって出まーす。じゃあ行きましょう。できまーす。せっかく漫画を借りたんですが、はい、私は帰ってもう少しやることがあるので。また別の編集に取り掛かるのね。まだ読めません。ピエンです。ピエン。しかも今週学校もあるからさ、なんかいっぱい借りてたけど、そんな読む時間がある。いや本当にないんですよ。だからもう夜更かしをするしかない。あー、ダメですね。肌荒れの原因ですね。やばいんですよ。目の下からはできないけど、目の上からはニキビができる。だってここの辺できてたじゃん今。え？できてたよ。マママスクから見えた。いや本当だ。ちょっと暴飲暴食しました。夜中に。それはママは最近ダイエットをしてます。とか言って食ってますから。いやいやでも毎日のカフェラテやめたんだよ。らしいです。皆さん応援してあげてください。フローズンレモネードを買いました。ああ。美味しい。美味しい。ぶどうこちらです。飲んでいいの？いいよ。店員さんが色が綺麗ですよーって言ってくれたんだけど、もう沈んじゃった。うん。あ、うまい。マジ？上にさクリームみたいなやつ乗ってるじゃないですか。あれはなんかママが苦手なんで抜いたんですけど、めちゃくちゃうまい。山梨県の人ぜひ飲んでください。うん、本当だねこれ、美味しい。3姉妹分なんか買ってきました。何買ったんだっけ？チョコスコーンとフレンチトーストとミルクビスケット的な感じのやつ、なんかそんなの買いました。あとミスドを1人2個ずつみんなで買いました。みんなの分。じゃあバイバイ。バイバイ、また明日。はーい、ついに4日目です。タンタンパタンタンタン。あ、聞こえてた？あ、ごめんなさいね。ね、待って、部屋が汚ね。見せないで。今日は何をしてましたか？今日は11時から肘のこの店に行くだけ。うんうん。経過をね。経過を見に行くだけ。どうでした？それは結果は。別に何もないから別にもう店に来な通わなくても。店に来なくてもいいよって言われたの。レーザーで消すやつもあるんだけど、私はちゃんと切ったんだよね。切りました。血液検査の時に大騒ぎで、この子で採血する時怖くてね、手握ってくださいって手繋いでもいいですかって。恥ずかしい。本当に面白いこの人。手術の時は何も言わず手繋いでくれます。何も言わずさりげなくさりげなく吸って、最高。女の人なんで。その後に私マウスピースをするので、ミニと一緒の矯正するので、矯正についてお話をしました。ああ、なるほどね。レントゲンを見て親知らずがあったんです。4本ありました。あら残念。で、聞いてください。グループラインに送られてきて、送ったんですよ。パパが。その夏のレントゲンの画像をね。はいはいはい。ママが親知らずあるの？で私が4本あるよって言って、パパがでももう親知らずじゃない、親知ったから。そうずっと言ってた。なんか親知らずじゃない、親知ったから、親知らずじゃない、親知ったからのくだりをずっとやってて、ママツッコミ入れてたもんね。え、つまんないで。それがめっちゃ面白かったっていう。はい、そんな一日でしたね。明日は学校です。はい、頑張って。また明日の私の学校帰りか前へご覧ください。ついに次の日へのふりをするようになりました。もう終わり方わかんない。じゃあまた明日、バイバーイ。お疲れ様です、こぶたちゃん。ここにもこぶたいるけど。今日は学校でしたが、でもなんか意外に早く帰ってきたよね。なんか自習みたいな感じのやつだったんですよ。やる教科が意外とすんなり終わったので、1時間ぐらいで帰ってきました。そしてお菓子を食べていると、レポートが帰ってきたんですよ。点数がこれ以上取らなきゃもう1枚やるみたいなやつがあって、全部クリアしました。ああ、おめでとうございます。で、昨日編集も一段落して、今週はやりきった感があるんじゃないですか。ということで、今週のねえねえの平日5日間は予定がびっしりの5日間でございました。ついていける感じのところじゃなくて、いろいろ学校とか病院とかまあね、本当はねついていってその様子も撮りたかったんですが、密着できませんでした。来週はどんなご予定で？来週は特に何もだから編集頑張ります。はい、頑張ってください。何か南さん一言どうぞ。だってだけかよ。ミミかねえねか分かりませんが、平日5日間シリーズやっていくので、また見てください。はい、ねえねえちゃん5日間ありがとうございました。ミミちゃんからも言ってください。ありがとうございました。はい、せーの、最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。